正12面体のシュレーゲル図である多面体グラフ写法儀でいただき20、12面体のシュレーゲル図多面体グラフは、凸多面体の頂点と辺からなる無効グラフであり、純粋なグラフ理論的には、多面体グラフは三頂点連結グラフである、平面グラフである。凸多面体のシュレーゲル図は、凸多面体の頂点と辺を、ユークリッド平面上の点と辺として表現し、 外側の凸多角形をより小さい凸多角形に細分する。辺は交差しないため、多面体グラフは平面グラフであり、バリンスキーの定理より三頂点連結グラフである。シュタイニッツの定理より、この二つのグラフ理論的、性質三頂点連結グラフであると、平面グラフであるは多面体グラフを完全に特徴づけるのに十分である。つまり、グラフが 三頂点連結グラフであり平面グラフであるならば頂点と辺が同じようにつながる多面体が存在する。そのようなグラフが与えられればツタ角形をより小さなツタ角形に細分化したものをトゥッテインベッティングを用いて表現できる。PG テートは三次の多面体グラフはハミルトン時を持つというテート予想を1884年に提唱したが この予想1946年には WTTU ッテによってタットグラフと呼ばれるハミルトン字を持たない多面体グラフはにより反証された。さらに4字以下の多面体グラフという条件ならばより小さな11頂点18辺からなるハーシェルグラフ4字以上の頂点を含むが面が三角形のみである。 多面体グラフならば11頂点27辺からなるゴールドナーハラリーグラフがハミルトンロを持たないグラフとして知られている。より強い主張としてあるアルファー1に対し最長の道が無限個の多面体グラフが存在し頂点数 n に対して多くある。デュバスタインは多面体グラフの種類を26辺からなるものまで数え上げた。6、7、8辺からなる。 多面体グラフの数は、また、頂点数別に多面体グラフを数え上げると、四五、六頂点からなる多面体グラフの数は、多面体グラフが立方体グラフならば、その立方体グラフは、多面体の次元と、各頂点の次数が一致する多面体のグラフである。多面体グラフが最大平面グラフならば、多面体グラフが単体に対応する多面体グラフである。また、 木のすべての葉を接続する、平路を外側に追加することによって生成される、ホリイングラフは多面体グラフの別の重要な概念となる。ありがとうございます。